はい、時刻は9時30分、回ったところですが、 FM ギナワンから、FM 小沢が同時放送、嘘のような本当の話ということで、今日ね、1月22日日曜日、皆さんいかがお過ごしですか？こたつ入ってる場合寒いよね、さあ、沖縄県でこたつに入っている、こたつを持ってる人の割合、皆さん分かりますでしょうか？僕は分かりません。ね、ずっとこんなんいらんわと思ってたんですけど、やっぱね、寒いっちゃ寒いですよ。だいたい長袖になってきたかな、皆さんも、というところではあるんですけども、今週もね、うそーんみたいなね、お話、実際あると思います。皆さんはこの1週間、どうでしたか？はい、というわけでパーソナリティの土井秀人がお届けしてまいります、嘘のような本当の話。さあ、ね、今週も北条さん、おはようございます。おはようございます。でドクター水素ボトルの北条さんと一緒に、はい、いよいよちょっとこってりお話をね伺ってみたいと思いますけれども、はい、ライジン、皆さん総合格闘技と言ってねよろしいんでしょうか。はい、ライジンの、ね、ファイターである庄司さんお迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。改めてこの喜ばしい日がまたやってきたんですけど、庄司さん月間みたいなね1ヶ月間でしたけどね、モリモリですね。素晴らしい、ね、先週うそーんびっくりした、てるくんね、グレーっていうバンドももちろん沖縄でもね皆さん、タウンツアーでたまに来てるかな、僕もほんとね、ほんの昔デビュー前に、あ、素晴らしいグループだなと思ったのが、あの拓郎くんのね、書く曲がやっぱ素晴らしいなっていうのがですよ ね、 ね、作詞も、ね、曲も本当に本当にね、だからね、庄司さんがファンでって言ってカラオケネタから入った話なんですけど、まさかね、僕もあの拓郎くんと兄さんとちょっとね飲みに行ったこともあって、懐かしいんですけど、スーパーグループになるなっていうのがね僕は思っちゃいましたもん。最初もうねライブを見た時とかね、昔はちっちゃいねライブハウスだからみんなそんなキャーっていう世界じゃなかったんですけど、だんだんねあっという間にあの曲から何でしたっけ、恋に恋焦がれ恋、あ、グロリアスね、あれからね、もうあの曲が出てからはもうこのすごい車に乗り始めて、皆さんね素晴らしいシンガーの方、バンドのね方ともねお友達でいらっしゃるという庄司さんは、なんかあれですか、歌手活動、はい、うそーって先週も言っちゃいましたけど、はい、はい、どういうあれだったんですか、やっぱり見に来てくれてですか、グレーのメンバー。いえ、違います。普通にお食事でお会いして、はい、でその時はもうバンド活動を始めるっていう風に動いていて、でその時に、その活動してるんですっていうのをこう、お話をしてたら、ぜひ応援しますっていう形で、楽曲を提供していただいたと。はい、そうね、だって楽曲をって言って、なんて言うんでしょう、私も曲がりなりにも少しそういう世界におりましてね、はい、いわゆるこう、私が知らないので逆にお聞きしてしまうんですけど、庄司さん、うまいっすか、やっぱりね、自分でうまいっすか。うまいっすよ。うまいっすか、お父さん。昨日の夜もね、飲み来ましたんで一緒に。カラオケだよ。土井さんいなかったじゃないですか。ちょっとね、息子がとか言ってね。いや、本当ね、なかなかですけど、でもね、またの機会があると信じてるんですけど、ぜひ、行きましょう。かなり、いけてます。うまいです、うまいです。歌をうまくなるためにも、水素ボトルは必須です。うそーん、歌がうまくなりますかね。喉のね、炎症とか、はい、取りやすくなるね、鼻詰まりとか、はい、喉とかの炎症を抑えてくれるんで、カラオケ歌っててね、喉がこうあーってな、こうあー声あーってなった時に、ね、例えば水素水でスプレーでピュッてやったりすると声がスルッと出るようになったりとか、あとはガス吸うのが一番、ね、手っ取り早いですけどね、吸いながら歌えば一番いいかなと。そうですね、はい、握りしめてね、はい、いや本当なんかいい方に向かってますよね。庄司さんもだから格闘家でのね頑張りというか、はい、当然やるべきことを使命感というか終わりだと思うんですけど、はい、歌ってみたいなっ
人前でってやっぱ思ってました。正直思ってました。まあ、テルさんにも話したんですけど、うん、やっぱそのバンドマンになるっていうのが夢だったんですよ、うん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 、格闘家の道を選ぶかバンド音楽の道に行くかみたいな。え、しゅんさん、はい、なんか野球部からそうそうプラス野球があって3つの道から選んだんですよね、はい、格闘をね。あ、じゃああれですか、ちなみに野球は一旦こう、はい、なんか卒業というか。そうです、もう諦めました。格闘家か、はい、シンガー、はい、これうそん、また珍しいケースで。昔よくね、女子プロだと歌いながら出てくる人がありましたけどね。いましたね、なんたい、なんとかペア、ビューティーペア。あれとはちょっとレベルが違いますけどね。なかなかね、こう。ただやっぱ歌はやっぱ才能を自分があるとは思えなかったんで、好きでまあそれなりには歌えますけど、やっぱプロのトップのアーティストに比べても全くそんな競えるほどではないっていうものを自分は思ってたんで、それも分かってたんで、ただやっぱ好きだったんですよ。で、格闘技はまあ才能も多分あったと思いますし、まあ今もこうしているんですけれども。まあ、ただやっぱり今39歳なんですけれども、まあ、その39歳でやっぱ若い頃やりたかった夢とかって誰でもあると思うんですよ。そういうのをなんか今の年からでもなんかチャレンジして、まあ、決してトップアーティストにかなうわけはないとは思ってるのは承知ですけれども、まあ、それでも好きなことで一生懸命頑張ることは、まあ、決して恥ずかしくないかなと思って自分は挑戦することにしたら、テリーさんがそれを応援しますっていう、そのチャレンジすることに対して。いや、それはちなみにいつ、つい最近ですか？そうでもない、1ヶ月ぐらい前ですかね。はい、じゃあ、こういうあの防音穴の開いたそこのスタジオで、はい、歌ってレコーディングを具も、はい、あのよってあの、うん、そのテレさんの別の曲でレコーディングとかはやってます、やりました、うん、そうですね、うん、でまあ、CD 出たら買いますよ。ねえよね。なんか水槽ボトル買った人なんか1枚サインつけてねぐらい、本当に全部ついてくる。頼もしいあれですね、お話ですね。なんかこう実際ステージっていうね、リングとステージと両方。でもね、あの庄司さんのあれですよ、登場する時のね曲といい、いでたちといい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ね、ぜひぜひあの、はい、見てください。 YouTube とかでも上がってると思うので、ものすごくかっこいいですよ。見ます見ます、もうね、もう侍ですからね、なんか何も知らんとここにいる私がなんか恥ずかしいながらも、うん、あの逆にこう燃えますね、こう見てみたい、知ってみたいっていうね、うん、うわ素晴らしい、うわなるほどなるほどね。まあそんなね、ファイターライジマッターのね庄司さんが、まあ、歌の活動もすっごい楽しみなんですけど、まあその一つのね、一生懸命先週もね、あのうまいことこれ私抜きでも大丈夫そうね今後と思ったんですけど、あのね促してくださったこの水素ボトルの、うん、こう吸引というのも何でしょうね、鼻に粘膜にあてがってということは、やっぱりその格闘家として目のね、うん、こう動体視力、はい、ね、うん、すごくいいんですよと。あ、なるほど、論理的にもそれは、うん、私にも理解できるなと思ったんですが、やっぱり違うもんですかね、日常は変わりますかね。うん、あの圧倒的に変わるんですけど、うん、でも大体僕いろんな人にもこう勧めたりとか見てますけど、うん、変化してることに気づけてない人が多いです。そうですね、あの、うん、自分の若かった頃の体に戻っていくもんだから、あくまでも自分の体じゃないですか、はい、だからいやそれって前そうだったしみたいなことで、うん、その変化が起こっても、はい、なかなかね気がつかない時があるんですよ。あと認めたくないみたいな人も多いし、そういう自分の体の変化に僕らってやっぱりもう常に研ぎ澄まされた状態で自分の日々のコンディショニングとかパフォーマンスを見てるので、やっぱ変化に気づきやすいし、そこが分からないと怪我するし、疲労が溜まってるのに疲労溜まってないと思ってハードなトレーニングをやり続けたら必ず怪我しますし、これは病気も同じだと思うんですよ。自分のどこかの体が異変に気づけなくて、日常的にあの不摂生をして過度な飲酒をやめられないとか、そういう結果がまあね、がんだったりいろんな病気だと思うんですけど、そういう方が多いからこそ、まあ、病気になるんじゃないかなって僕は思ってますね。あの僕もね、いろいろやっぱり超一流のアスリートたちとこうやってね関わらせていただくと、
やっぱりね、あの感じるのは、一流の人たちって今庄司さんおっしゃったように、自分の体の本当に些細な変化にきちっと気がつくんですよ。だからね、吸いながら今ここまで水素が来てますとかね、え今ここまで来ましたとかね、今この辺ですとか言うんですよ。わかります、わかります。本当にそうかどうか知りませんよ、でもその人の体が明らかにこう徐々に変わってきてるっていうのを感じてらっしゃるからこそ、そういう言葉が出てくるんだと思うんです。そういうことをおっしゃる方が本当にあの一流のアスリートほど言います。これが変わったってはっきり、その吸った時と吸わない時の違いをはっきり表現される方がすっごく多いですね。はい、だからあんま僕も言いたくないんですよ、あの同じ業界に、まあ、そうですよ、真似されちゃったら嫌だから。プロ野球選手なんか絶対人に言いませんからね、はい、僕が買ったことは絶対言わないでくださいっつって、もう身近なところにライバルいます、ね、でもそうだと思います。いやでもね、今逆ね、そういうトップアスリートの庄司さんの、まあ、庄司さんの普通の発言だと思うんですよ、はい、ある意味で一般人の自分からするとですよ、あの自分は体験を今し続けてるのでそうでもないんですけど、やっぱりそうでない方はね、本当に気づかないで、元気でいるつもりでいるんですよね、はい、で痛んで、それこそなんかでき、ね、出来物なのか、とにかくね、医者に行って診断されてやっと、あ、いかんかったとね、その不摂生であったりそれこそに気づくんですよね、はあ、だから結局世の中 の、 まあその西洋医学っていうのは基本的に対処療法なんで、そういうのが根強いですけど、まあ、東洋医学とか、まあ、水素もそうですけど、まあ、予防医学といいますか、まずは未然にやっぱり病気にならないようにどうするかっていうのをがやっぱり日本ってすっごい遅れてると思うので、まあ、そういった部分でもやっぱり僕は水素ボルトはいいなって思いますね。対症療法、はい、そうですね、うん、それに対して予防医学ですね、うん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 、起こったことのその症状を、まあ、風邪だってそうですよ、風邪薬って言ってるけど風邪治してるわけじゃないですからね、咳止めるとか鼻水止めるとか、うん、それぞれのお薬が合体して風邪薬になってるわけですよ、だからあれは起こってる現象を止めてるだけで、うん、治してるわけじゃないんですよ、治してない、押さえつけてるですよね、強引に。朝鮮人参飲んだら元気になって治っちゃいましたって、これはあの根本的に治ったっていうことにつながるのかもしれませんけど、そういうのとはちょっとやっぱ西洋医学ってそういうものなんですよね、起こってる現象を抑えていくっていう。いや素晴らしい学びをいただいている中でね、ちょっと今日は一旦コマーシャルいってみましょうかね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のようなね本当のはということで、今週もね、お届けしてますが、寒い中皆さんチャー感じしてますかね、本当ね、はいはい、ね、僕らも健康ね大事だと思うんですけど、うん、さっきのね北条さんの風邪、うん、予防、まあまあそうね、お薬って皆さん結構飲んでると思うんですよ、お医者さん行ったらいいさつって、あのね寒い中並ぶというか、あの待ってからさね、なかなか辛いなってこともあると思うんですけど、あの水素のね、今日もあのライジングファイターのね、庄司さんをお迎えしてるんですけども、確かにね庄司さんその予防的なとことか、はい、さっきおっしゃったなんだろうな、やっぱり普段のね一般の方のその生活ってなかなかほら気づかないし、なんか気づきたくないとかね、うん、私はチャーガンジーよと元気でやってるよみたいな人多いと思うんですよ、で実際に本当に病んでというかね、痛くなったり辛くなったりして初めて医者や薬に頼ると思うんですけど、水素があればね思いますよね、そうだいぶ防げますよね、僕健康寿命、日本って寿命は伸びてるんですけど、健康寿命っていうのがそんなに長くないみたいなことを結構北条さんからもちょっと聞いてはいるんですけど、そうですね、10年違いますんでね、実寿命と健康寿命が。どういうちなみに、例えば、はい、女性だったら80歳まで元気に動き回ってるけれども、10年の80歳から90歳までの間はアルツハイマーになっちゃったり、それから骨粗しょう症、骨粗しょう症でね、足腰ちょっとしたことで骨折しちゃったり、
まあ、そういうことで元気に動き回れる寿命と実際に亡くなる寿命が今男性も女性も10年ぐらい日本では差があるって言われてるんですよ。でそういったことにすごく、まあ、その一番テーマになってるのが骨粗鬆症とアルツハイマーなんですけど、これに対して水素は非常に有効だと。めちゃくちゃ効きますね。一番効くんじゃないかって思うぐらい、うん、っていうことで、うちの母親なんかはね、あの81なんですけども、うんうんうん、去年骨密度測ったら 105% ですよ。私の世代でも骨密度 100% だってね、そうそういるもんじゃない、 100% 以上なんですよ。だからね、そんなのもだから、あの骨折はしたんです去年、うん、したんですけども、結局ね医者は最低3ヶ月かかるって言われたのに1ヶ月で治っちゃってるんですよ。くっついてるんですよ骨が。あのちなみに骨粗鬆症というよく聞くし結構多いって言われる、うん、その骨の状態っていうのは、はい、なんですか、こう骨同士の組織のくっつきが弱くなってくる、あの薄くなる、ね、薄っぺらくなる、折れやすくなるですね、はい、レントゲン取るともう向こう側が透けて見えちゃうわけですよ。で若い時はその骨の中にも毛細血管ってたくさん入ってるんですけど、はい、だんだんこれが年齢とともに血流が弱くなることによって血管の数が減って、で骨も壊れたり作ったりをずっと繰り返してるんですけど、この再生がなかなかされなくなってきて、壊れるスピードが作るスピードを勝ってしまうとどんどん骨密度が落ちてくると、こういうことですね。でこれが血流、体の血流がいい人はそれが起こりづらいし、やっぱりなかなか運動しないとか歩かない、それからね、そういう人血管が細いとかいう人はどうしても骨密度がどんどん落ちてしまうと。この前20代の女の子でね、骨密度40っていう人いましたけどね、やっぱりね怪我されて松葉杖でねなかなかつかないで困ってらっしゃって、うん、そこから水素挑戦した子いますよ。カレーだけでもない、ね、カレーだけでもないです、まあ、先天的、まあ、遺伝的なものもあるじゃないですか。です、ね、やっぱり運動不足がやっぱり増えてるんで世の中に、ね、であと血管が細いとかそういうことですね。なんかあの都会のね子たちのグランド小さいとか、うん、いろいろあるそのね、はい、運動不足それもありますか、ね。まあね、でもね沖縄の方が東京来られるとね、うん、やたら歩かされるわけですよ。そういう意味ではね、まあ、現代人歩く、ね、歩数は減ったとは言うもののまだ東京なんか歩く方かもしれません、うん、車社会の沖縄の方が意外とね、うん、大変かもしれないです、はい、いやなるほどですね、うんうん、水素は骨をもね通すって言いますから、そのマイナスがないですよね。そうですね、まあ、ネガティブな報告は一つもないんですよ、はい、1300論文あるんですけどね、うん、だからそれに、うんね、日常なんて言うんでしょう、気づなんか私たちは気づいてくれたらいいのになって、ね、こう悪くなってしまった人を前にそう言うしかないようななんかこうもどかしさも実はね、あ僕も本当に何人かやっぱり紹介してますけど、うん、紹介した人にいまだにやっぱ感謝されますね、水素ボトルを教えてくれたことに対して、ね、うん、そうそうそう、うん、不思議なお仕事でね本当にありがとうございますって言われるんですよ。うちこそね買っていただいてありがとうございますなのに、うん、本当に感謝の絶えないね商品ドクター水素ボトルなんですが、もうちょっと詳しくお話をね CM 明けに聞きましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はいね、そのような本当のはということで、今日もねドクター水素ボトルの北条さんとねライジンファイターの庄司さんお迎えしてますけども、水素の良さ本当に私もねありがとうって言われると、それは当然人間ね嬉しいですよね。庄司さんもなんかこうライバルにもあんまりねひょっとしたらってありますけど、はい、きっと、ね、こんなに状態が良くなっちゃうとって思いますけども、はい、でも嬉しいですよねそういうお友達関係でもね、はい、なんかこうご病気抱えてっていうのもあるかもしれないし、すごいなんかねいい感じなのとかね、よく寝れてとかね、はい、ありますね。ただまあ今世の中にいろんなもの商品があるじゃないですか、水素関連の、はいはい、だからやっぱりね知らない方だ、僕らはもうこの水素ボトル知ってるからですけど、知らない方からすれば何がどれかで
分かんなくなる、うんね、状態じゃないですか、はい、今だからうちのそういう意味ではね、あの品物をご説明するときって、水素ガスの濃度を測ってみてもらったり、うん、それからご自分の指先の血流を見ながら水素吸ってたらどんな風に速くなっていくかなんていうのを見ていただきながら、まあ、納得してもらう、そういうのができる場所っていうかそういう会があるんですか。そうですね、勉強会なんかもねよくやってますんでね、うんうん、そういうところでお話をして、まあ、体の変化どうケアしていくかとかね、そういう話もよくさせていただいてもらってます、うん、あ、じゃあそれぜひあの聞かせに行かせてください。はい、ぜひぜひ。僕はもう6年間のヘビーユーザーですけど。そうですよね、はい、もうむしろそこで話をしてほしいですね、はいはい、任せてください、自信あります、はい、ヘビーユーザーなんで、はい、ありがとうございます、うん、1月のね今日はね22日なんですけど、毎月、まあ、あのドクター水素ボトルのねあの補助さんも全国飛び回っていて、いろんな方々ね本当に感謝というか、もうあ出会えてよかったというね出会いを繰り返す中、ね、大切に大切にお届けしてるんですが、毎月ね月末からね、はいはい、月の頭にかけて体験説明会というかね、水素ボトルの勉強会という形でね、え本当にってね、こうなるのそうなるのっていうのをもう目の当たりにしていただける会をやってますね。だからぜひね、あの今庄司さんもおっしゃったように、あの僕も最初っていうかもう今でもそうなんですけど楽しいんですよ本当に。だってここにいて自分の体良くなってくるんですもんね本当ね。はい、そんなこんなでね、今週もお届けしてますが、庄司さんはこの今後のまあ、ちょっとねぐっとまとめるようなんですけど、はい、先ほどの歌手活動と水素のね、まあ活動というよりも当然のように、水素ボトルをねおすすめされていくと思うんですが、なんかこう今年の目標的な何かありますか。目標、いやもうなんかな流れに乗って、はい、もう目の前のことを、まあ、常に全力でやっていけば自然と、はい、開かれるかなとちょっと信じてます。なるほど、でぜひぜひファイティングもそうなんですけどね、歌手活動もね楽しみで、私たちはね補助さんとこうねいろんな方のお話を聞いていくのも今年も楽しみだなと思うんですけども、本当です ね、 ね、うん、本当にありがたい出会いが 毎月毎月毎週毎週こうして、ね、皆さんに会えるわけでございます。はい、そんなわけでね、嘘のような本当の話、ね、本当の話ということでお届けしてます。皆さんもぜひ何かねあったり、ね、体験会どこでいつあるのみたいな、はい、そんなお話、ね、聞いてみたいなっていうのがありましたら、ね、ぜひメールアドレス797@fmgino1.com、うん、なんならお電話いただければ多分なんか電話あったよって伝えてくれそうな気がしています。はい、そんなわけで皆さんもなんかね気にしててください。嘘のような本当の話、ああ私もあるあるある、うん、でもあこれ水素ボトル知ったら、あ誰かに言いたくなるよって、はい、私土井秀人はそんな風に思っております。はい、というわけでね、また来週もね、はい、良いお話を、本当の話それみたいなところをねお届けしたいと思いますが、今週もね、ドクター水素ボトルの補助さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それからねラジオファイターの庄司さんもで、ね、いや楽しみです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、はい、というわけでね、またきっと間違いなく庄司さんも来てくれると思ってます。我々ももしも沖縄にねまた急に誘われたら戦わざるを得ない方だと思いますので、はい、リングの上でお会いしましょうという感じかと思いますけども、はい、また来週楽しみにしててくださいね。嘘のような本当のは、また来週ありがとうございます。ありがとうございました。